東日本大震災の関係でございますが、3年、経過しました。またですね、秋田は440世帯、1084名の方が避難されております。特にですね、この中で福島が大層を占めて、最初2000人だったんですけど、ずっと減ってきて、ほぼ今1000人台で推移しています。でこの方々はですね、この後、相当その帰るというよりも、ある意味ではこの秋田にというそういう方も出てくるように思っています。はい、よろしくお願いします。佐竹知事はじめ秋田県の皆様には本当に今回の震災復興ではお力いただきました。まずは岩手の瓦礫を早くに受け入れしていただいた。またこの瓦礫処理もようやく今年度内に終わります。そして今お話もございましたように、当初2000名、今でも2000名を上回る方々を温かく受け入れていただいていると。そしてさらにはそういう方々のいろんな要望に寄り添うために過去4回にわたり交流会も開いていただいていると、本当に御礼を申し上げたいと思っております。我々としてはですね、皆様のいろんな意見をしっかり受け止めさせていただいて、交流会1回出ておしまいじゃなくて、その交流会も今までも過去4回開かれてますから、なるべくこれからも担当者が来る形をしながら、この世のご要望も時間ごとに課題が変わっていくんだと思うんですね。最初の1年目の課題、2年目の課題、3年目の課題というものに丁寧に対応できるようにお話しさせていただく。そして